んは。今日は、夜に珍しく収録しています。こんばんは。カメラ のビデオ撮影機能がどんな感じなのか試したいっていうのもあって、ちょっと撮りたいと思います。雑談動画というよりかはもうすぐ来月12月、まあ今撮ってる時点で11月の結末なんですけども、しばしお付き合いいただけたら幸いです。そうですね、今年もっていうか、今年はいろんなことがあったような一年でした。皆様はどんな感じだったんでしょうか。まあ、テレビのニュースでも芸能とか、まあ、特に芸能ニュース、最近は、まあ、芸能関連とかよく、まあ、ニュースで、見たり聞いたりするんですけれども、まあ、例えばその芸能人の、まあ、結婚とか、あとは、まあ、そうですね、まあ、芸能人だけじゃなくって、まあ、すごい有名な方が、まあ、ご結婚されるという、まあ、吉報を伺ったりが印象深いでしょうかね、芸能関連としては。で、まあ、今年は、まあ、別のニュースで言えばやっぱり自然災害だったでしょうかね。皆様の地域の方は、まあ、被害が遭われた方とかは落ち着かれたでしょうか。まあ、私の方はもう本当に今年はドストライクな年だったようで、で実はまあ昨日、まあ、今朝ですね、まあ、今朝ちょっと見た夢で、なんかすごいなんか自然災害な感じの夢を見たんですけれども、まあ、もう昔から結構いろいろ夢とか見たりとかすることは実はあったりとかするんですけども、でも基本的に人が見る夢っていうのは小さい頃にまあすごく多く見て、まあ大人になっていくとまああまり夢を見なくなるっていうのはまあ通常なんですけども、まあ私はまあやっぱりまあ特に疲れている時とかはすごく特にそうなんかいろんな数多くの意味を見たりとかはしたりしています。まああまり、まあ、それにとらわれないで、まあ、毎日過ごしたらいいんですよけどね、まあ、なかなかちょっとまあ、今年こそご時世があって、なかなか踏ん切りがつかなかったっていう一年のような感じがしました。今日ゆるい雑談というかおしゃべりのような感じなんで、皆さんよかったら私ちょっとコーヒー入れてきたんですけども、皆さんもなんかお好きなものとか楽しんでいただきながら、まあ聞いていただけたらなと思います。まあこの最近は自分でコーヒーとか入れることがよく多いんですけども、
まあ、今日まだ買い物にお買い物に行ってきて、まあ、ちょっと久しぶりにミスタードーナツのドーナツとか買ってきました。もうすぐクリスマスってこともあって、クリスマス関連の、新商品とか多いですよね。まあ、ちょっと値段でしたのでちょっとあんまり買わなかったんですけど、まあ、もう買わなかったっていうよりかはやっぱり思わず定番の商品に落ち着いてしまうという嫌いがあるようです。そうですね、今年はまあそういった関連でいろいろとあって、で気がつけばもうすぐ12月、あもう12月でしょうかね。これから皆さんのご予定はどんなご予定があるんでしょうか。まあ、もしよければ何かこういったコメント欄、まあ、下にコメント欄が入力できるフォームがあると思うので、まあ、それでまあコメントなど、まあ、ご感想など、まあ、要望はちょっと、まあ、特に予算関連でちょっと厳しいところもあると思うので、まあ、お答えできかねるところはありますけども、尽力できるようにはしたいと思います。まあ、今年はまあちょっと仕事がまあ忙しいことというか、まあいろいろとまあ多忙さにかまけてしまい、まあ動画も今年数えるほどしか撮れませんでした。ただ、まあ、この1年まあ、そういった大変なこともあったんですけども、まあ、この前小説の、まあ、創作、まあ、小説っていうか、まあ、創作のお友達と一緒に、まあ、お茶会とかで行って、でその時に本をいただきました。でここで今回ちょっと、まあ、すごい素敵な本なので、まあ、いつかちょっと動画に撮っておきたいなと思って、ご紹介させていただきたいと思います。本は、出版社は飛鳥新社さんっていう出版社の方、出版社の会社さんでしょうかね。本の奥付けを見てみると、どうでしょうかね、今奥付けをちょっと探してるんですけども、著者が加藤春日さん、緑風雨さんっていう方が、まあ、2人のデザイナーさんでしょうかね。まあ、コピック、まあ、特にはコピックを使って本を書かれたっていう方で、まあ、本をご紹介するとこういった感じでしょうかね。ちょっと映ってないのでちょっと動かしますね。こんな感じです。でもこちらの本は、まあ、中を開けてみると、まあ、本の中はちょっと全部ご紹介しきり、著作権があるのでちょっと全てご紹介するには致しかねるんですけども、まあ、コピックを使って、まあ、こういったその絵の描き方とか書いてあって、まあ、こういうその、まあ、例えばこれは着物の柄を、まあ、どういうタッチで描いたらすごい立体的になるのかっていう描き方まで描いています。で私自身が、まあ、すごいこれはと思うで、ちょっと真似したくなってしまったっていうページがあって、
ちょっと今探してるんですけども、なかなか見つかりませんね。ちょっと探しますね。たくさん、まあ、いろんな書き方、まあ、彩色方法っていうのがちょっと載ってある、まあ、大変すごい素晴らしい本だと、まあ、私は思うんですけども、まあ、コピックって、濃い色の他にも薄い色も、まあ、画材屋さんとかに行ったらたくさん、まあ、いろいろラインナップがあるようで、あ、見えますね。まあ、これのその書き方までちょっと書いてあったりとかしたので、まあそのまま完成図はこんな感じです。私個人的にコピックでここまで表現できるんやなってすごいかなりちょっとびっくりしてしまいました。水面の透明感が実はコピックも出せるという技術でした。まあ、今日はまあこんな感じのご紹介でしょうかね。まあ、すごく今回ちょっとまあ今年まあ、あまりイラストが描けていなかったっていうのも、まあ、実はあって、まあ、その友達といろいろイラストの描き方とかで、あとウェブでいろんな作品をこう発表されてる作家さんっていう情報とかも、まあ、お聞きしたんですけども、まあ、多分まあご存知の方はいらっしゃるかと思うんですけども、確か、まあ、ピクシブっていうその画像投稿のサイトさんは、まあ、有名だと思います。であと、まあ、最近まあ、私がまあよく使ってるちょっとそのウェブサイトさんがあって、まあ、こちらはコミックスタジオさんでしょうかね、がその、まあ、画像というかイラスト画像の、まあ、投稿掲示板みたいな感じの、まあ、運営をされてるサイトさんもあるということで、であとなんか、まあ、コミックスタジオっていう名前だけにまあアプリケーションはまあソフトがあるんですけども、まあ、そのソフトの中にある画像、まあ、筆とかスプレーとかレイヤーとか、まあ、そのトーンとかの、まあ、いろんなパーツでちょっと素材として使えるっていうことで、なんかそういったその絵に特化したサイトさんが、まあ、独自で運営している投稿サイトもあるようなので、そちらはちょっとまあ私はまあ利用させていただいたりだりとかしてます。最近は、まあ、絵は本当に描いてなかったので、先ほどまあご紹介したその、まあ、コピックを始めようっていう、まあ、本を見ながら、まあまあ、ようやっと最近まあ、本当に基本的な書き方からも始めてるんですけども、まあ、こうコピック、まあ、今あるコピックがちょっと本当に数が限られてるので、こういった本当に簡単なものしか書けてないんですけども、ただそのコピックの使い方を変えて書くとどうなるかっていうと、まあ、これはまあ、ガーッと色塗りして、その直後にもう別の、まあ、濃い色で 色塗り重ね塗りするとどうなるかっていうのを、まあ、私も試してみたいなと思って試したのが、
まあ、これです。これを A とすると B はこちら、まあ、これも同じあのカラーペンであのコピックで書いたんですけども、ちょっと書き方をちょっと変えて、まずの方向で、まあ、ベタ塗りみたいな感じでちょっと塗った後、まあ、少しだけ今時間を置いて、完全にこの、 あの1回目採取したところが完全に乾いた後に、上から、まあ、あの濃い色で色付けしたらどうなるかっていうふうに書いてみたやつです。これはまっすぐ直後に書いたので、まあ、乾ききってないところの上から書くと、まあ、こうにじみの効果が出ました。でまあ、これはまあ乾いた後なので、まあ、その元の色が混ざり合うこともなく、まあ、よりくっきりと色が出たので、あ、こういう使い方もあるのだなってちょっとすごく発見しました。まあ、創作関連としては、まあ、そんな感じの最近だったでしょうか。で、まあ、実はまあ時々その、まあ、皆さん多分ご存知の方多いと思うんですけども、あのコミックマーケットっていうその日本最大級の同人誌即売会っていうのがあって、まあ、いろんなその作家さん、まあ、アマチュアの方やあとはもうプロの方 もう 大勢いらっしゃる祭典、あのまあ日本最大級の祭典なんですけども、まあ、東京のまあその保護祭典事情で行われるまあイベントだったりとかするんですけども、まあそのコミケ、まあ、コミックマーケットのまあ略称がコミケっていうんです、言うらしいんですけども、まあ、それが近づいてくると、まあ、たまにあの4コマとか書きたくなってしまって、あの半期ごとにあの書いてたりとかするんですけども、ただちょっと今年はまだ、今年はっていうかその、まあ、冬コミ、まあ、冬のコミックマーケットの略称なんですけども、その冬コミバージョンのそのまだコミックはまだ書けてなくて、どうしようかなって悩んでます。今は、まあ、さあのまあこう過去の、まあ、作品っていうかもう本当にただの、 あの落書きなんですけども、まあ、こういった感じでちょっと、過去はもうこういった感じでちょっとイラストで起案したりとかして、ちょっとあのなんかアイディア出しのイラストを、まあ、描いてみたりしてました。まあたまにまあペテとかペンをまあ走らせて描くっていうのはいいらしいです。失礼いたします。まあ、皆さんもよかったらあのお飲み物をあの飲みながら、あの召し上がりながら、あのゆっくり おくつろぎくださいませ。言えてないんじゃないか。あ、ちょっと猫さんがちょっとふて寝してしまいましたね。もうこの状態でもう放置してあの話してよろしいでしょうかね。まあそんな感じのまあ1年だったような気がします。あ、そういえばそうですね、あのまあ動画でまあ少しだけあの、まあ、お知らせしたこともあるんですけども、あの、まあ、ブラウザでできるゲームとかを、まあそのまあ、自分で、まあ、制作して、ちょっとなんか遊べるゲームが作りたいということで、ちょっと、まあ、初めて、まあ、自分自身にとって私自身にとってはすごく初めての、まあ、経験もできた年だったんじゃないかなと
思いました。まあ、まだまだ、まあ、特に、まあ、ゲームを作る上でやっぱり一番大変だったのは、まあ、そのイラストですね。イラストを描いて、その彩色して、で今回ちょっと、まあ、初受作で作ったゲームの立ち絵なんですけども、まあ、ちょっと透過をする技術が分からなくって、まあ、そのまま、まあ、背景にバーンと、抜けたような感じでなんか、作ったんですけども、まだ、まあ、実はそれがちょっと心残りで、まあ、透過させて、作ったら、まあ、より完成度も高くなったんじゃないかなって思います。はい、カメラの、その最大限度 の、 収録時間を超えてしまったんで、これテイク2です。どこまでお話ししましたでしょうか。まあ、その、まあ、コミックマーケットの話だったでしょうか。まあ、そういった感じの、まあ、イラストとか制作とか、あ、そうですね、ゲームの、まあ、ご紹介で終わっていたと思います。あ、そうですね、まあ、ゲームもいろいろ、まあ、立ち絵とか、まあ、背景とか、まあ、背景も、まあ、著作権が一番ちょっと、気にかけてた事項だったので、まあ、撮影に行ったりとかが思い出深かったです。まあ、いろいろ行きましたね。まあ、まあ、ちょっと公演、例えばその、まあ、シーンとして公演が上がるとなると、まあ、その公演だったらどこの公演が一番雰囲気いいのかなということで、まあ、探しに行ったり、まあ、ちょっとプライベートで、まあ、プライベートって言っても一人なんですけども、まあ、いろんな自然公園とか、まあ、ちょっとググってみたりとかして、ちょっと調べたりとかして、で、まあ、実際に、まあ、その撮影の聖地って言われるところの場所とかに行ってみたりとかしてました。まあ、そんな感じの制作事情だったでしょうかね。まあ、ちょっとテイク2なんで、で、もう待ってる間にちょっとコーヒー2杯目に入りました。あと、あ、そういえば、これちょっと使ってるカップなんですけども、まあ、今日はちょっと試しにこの、イケアの、まあ、陶器じゃない方の方で、まあ、試して飲んでるんですけども、まあ、まあ、美味しくいただけてます。ただ、まあ、カップとしてはやっぱり、まあ、コーヒーは特にやっぱりその縁が高い方の、あ、じゃあ縁がっていうか、その高さが高い方のカップがやっぱりコーヒーとしてはすごく香りがふわっと広がるので、まあ結果的には、まあ、高さのコップがコーヒーが美味しくいただけるカップでした。で、まあ、今日はまあちょっとこれでこのコーヒー飲んでるんですけども、まあ、こういった高さが比較的少ない方のカップとしてはココアが美味しく感じられました。まあ、ホットココアですね。まあ、ココアだったらまあ、全体的な広がりの香りをやっぱり楽しむ飲み物なんじゃないかなと思います。まあ、今度もお買い物に行くとしたら今度は紅茶で、まあ、使うカップとか探してみたいですね。まあ、紅茶で使うカップの場合、まあ、まあ、口の広さとしては、まあ、この、まあ、ちょうど今
まあ、ノードルカップの口の広さは同じような広さで、でそこはもう面積がちょっとキュッと狭まってる方のカップが、あの、まあ、紅茶自身のその香りをこう上品に立たせるカップとしては一番理想的なベストなカップだそうです。でちょっとまあ迷ってるのは、ちょっとカップ選びっていうのが実はまだ分からなくって、どういったカップがおすすめなんでしょうかね。ぜひちょっと皆さん、あのコメント欄でどういうカップが、うん、紅茶が美味しくいただけるのかっていうのをちょっと教えていただけないでしょうか。まあ、その舶来物のやっぱりティーカップを、まあ、百貨店他に行ったらよろしいんでしょうか。まあ、ちょっと、まあ、一般人なんで、あの買えるレベルのカップがちょっと欲しいなと思うんですけども、まあ、皆さんのちょっとお知恵を、まあ、せっかくもこういった動画で出してるので、あのぜひあのコメント欄で教えてください。よろしくお願いします。で、まあ、そのコーヒー2杯目なんですけども、まあドーナツ食べてしまって、もうこれ最近、コンビニで売ってたんですけども、あの、まあ、私としては珍しくカントリーマアムを選びました。なんか期間限定らしくって、なんかアマオイチゴっていうのがあって、これちょっと即決で買ってしまいました。普段はこういったあのお菓子とかあまり選ばないんですけども、しかも即決で買わないんですけども、なぜか即決で買ってしまいました。で、あのもうこれ何個目か分かんないぐらい、まあパクパク食べてしまってるんですけども、すごくこれ美味しいです。あの、まあ、期間限定らしいので、まあ、よかったらちょっと皆さんも試してみてください。そうですね。あ、おすすめ品、おすすめ品っていうか、ちょっと最近買った面白い、あの、品物というよりかは、ちょっとグッズがあるんで、あの、紹介したいと思います。すごくマニアックで、申し訳ないんですけども、まあ、お菓子とかいろいろ、あの、まあ、買いに行く頻度が最近高い最近なんですけども、その中で、まあ、お菓子屋さんで、あの、あ、まあ、こういったちょっとあのおもちゃ好きのお菓子をちょっと選んでしまいました。まあ、これは まだこれを買う、まあ、もう随分前のお話になるんですけども、まあ、とあるお菓子売り場で見つけたんですけど、こういったこうグッズのなんか、まあ、もちろんお菓子もついてました。これいくらしたかちょっともう忘れて、もうなんかもうちょっとあまりにもなんか高すぎっていうか、まあそんな高くはないんですけども、あの数百円ぐらい、まあ700-800円、あのただお菓子にしてはこれ高すぎるんじゃないのっていうぐらい の値段だったんですけども、まあ、ただまあオプションがあのこれが入ってるよみたいな感じで、まあ作りも本当にあの繊細なんで、もうせっかくなんでこれあのご紹介しないとと思って、しないとなんか元が取れなさそうな感じだったんですけども、あのこれまああの飛行機のグッズを買ってしまいました。やっぱりすごく、まあ、旅行がやっぱりそこ好きなだけに、まあ普段はこういったグッズとかおもちゃとか絶対買わないんですけども、なぜか今年は買ってしまいました。いけないですね。ただこちらはあのデニックさんの飛行機 のおもちゃなんですけども、まあ実はあのこ の日本航空さんの JAL さん あのグッズもちょっと探してたりするんですけど、まだ見つからなくて、まあ、やっぱりまだ探してるんかいっていう感じなんですけども、まあ、もし何かいいところ知ってるよっていう方いらっしゃったら、ぜひあのこのコメント欄でコメントフォーム欄で教えてください。
探しに行くかもしれないです。よろしくお願いいたします。まあ、グッズの紹介とか本の紹介とか、まあ、いろいろしたんですけども、あ、そうですね、その観光についてちょっと一つだけ、まあ、最近今皆さんもご存知だと思うんですけども、大きな一つのニュースが大阪に舞い込みました。大阪万博がもう40年ぶりに、夢島マイスでしょうかね、その場所で、開催が決まった、正式に決まったっていうことで、まあ万博、まあ、大阪万博ですね。まあ、花博は小さい頃に、何かで行った記憶があるんですけども、大阪万博っていうのは経験したことがなく、まあその開催地が、まあ、その大阪の、まあ、ちょうどこう港の方ですかね、まあ、できるということで、まあ、ただ、まあ、夢島、まあ、舞洲方面でしたら、まあ、一番、まあ、ニュートラムで、その地下鉄、あ、地下鉄っていうか、まあ、地下鉄から降りて、でそれから、まあ、その、まあ、まあ、港の、まあ、路線でこう、まあ、多分、まあ、ユニバーサルスタジオジャパンさんの方向へ、まあ、行く、まあ、電車か、もしくはその、まあ、もう一つ、あの福島駅ですかね、なんか大阪駅、 JR 大阪駅に近いところにあると思うんですけども、まあ、その近くで確かバス停っていうのがあって、途中までその、まあ、舞洲っていうか夢島付近の、まあ、バス停留場で降りていくっていう方法もあると思います。まあ、でも停留所とかバスとか、まあ、路線変わってたら、これ間違った情報なんで、まあ、またいろいろちょっと交通情報とか、また皆さんいろいろ調べてみてから、お出かけされてみてはいかがでしょうか。まあ、ただその交通に関してなんですけども、まあ、先日、まあ、まあ、まあ、京都方面、まあ、京都より、まあ、もうちょっと、東寄りの方向へちょっと用事があったんですけども、まあ、ちょっと駅名ですかね、まあ、やっぱりこう地方路線っていうのはその日本語表記っていうのがやっぱりほとんどしくって、もう都市部の方の駅は、まあ、いろんな、まあ、その、まあ、中国語なり英語なり書いて記載がしてあると思うんですけども、まあ、やっぱりこう地方路線っていうのは、まあ、そういったもの表記とか、まあまあ、大きなその駅名で何駅何駅の下に、まあ、英語表記っていうのは、まあ、多分どこかしらの駅にはあると思うんですけども、まあ、例えばその乗り換えの時に何番乗り場はこちらですっていう、その、まあ、日本語でこう、まあ、階段で登ったり降りたりするときに見る表示のところが、まあ、日本語表記のやっぱ地方路線がまだ多いんだなって思いました。で、中にはまあ、私ちょっと実際に間違ってしまって、何回も何回も同じ電車を使って何か 何回乗ってしまったんだっていうあれなんですけども、まあこう、はい、例えば、まあこれを、まあ、A 駅で、まあ、こちら B 駅で、まあ、こう下に置いときますね。でこれ、まあ本来行きたい駅なんですけども、こっちの方面に行く電車に
あの乗る方面あの乗れなくて、でずっとそのあの理解ができないままずっとこの違う方向 の, あの路線の駅に行ってしまってたので、まあこうちょっと戻って、でどういったらちゃんとここに行けるのかっていう駅で、まあ、やっと理解してもここにあのこの駅に行ったんですけども、まあ、おそらくその乗り換えしたそのプラットフォームですかね、プラットフォームの待つ場所がちょっと違ったのかなっていうふうに思うんですけども、ただちょっと分かりにくい表示の、まあ、私個人的な見解なので皆さんはないと思うんですけども、ちょっとそういった間違いがちょっと私にはあったので、なんかそういったあの正しい行き方の路線表示とかっていうのもあのまあ私、まあ、日本人なんですけども日本語にあの疎くて本当にあの頼りないなとは思うんですけども、まあ、ただもしそこが観光名所のスポット、外国の方にとっても観光スポットの場所だったら、これはもう日本語表記の他にやっぱり英語表記とかをやっぱりぜひしておくものではないかなとは私はもう個人的に思うんですけど、皆さんもいかがでしょうか。そんな感じでその、まあ、お出かけの時にちょっと感じた一末でした、さてじゃあそろそろ、まあ、この、まあ、ビデオ撮影を終えたいと思うんですけども、まあ、皆様1年間というかいつもこちらの動画をご覧いただき本当にありがとうございます。あ、実はもうこのこちらの猫さんはその、まあ、ハンドメイド作家さん の, あの、まあ、時々ちょっとあの見させていただいてるんですけども、あのハッピーニッティングママさん、あのご存知の方いらっしゃるかとは思うんですけども、こちらの作家さんの動画をちょっと見ながら作ってみた猫さんです。もう結構あの立体的でなんか実はこの尻尾とかすごい自在に変えられるんですよ。これこの中にちょっとワイヤーとか入れて、でこう曲がるようになったりとか、こうちょっと曲げてみたりとかできるそうです。まあ、また概要欄にあの出しておければ出しておこうと思います。であとまあちなみにこちらのサンタさんは、あの同じく、まあ、ハンドメイド作家さんとして、まああのまあ、YouTube であの活動されてる作家さんなんですけども、そちらの作家さんの動画からちょっと拝見しながら作ってみたサンタさんです。こちらのサンタさんも実はちょっとあのもうすごい工夫されてて、これもあの編んで、まあ、なんか綿だけ入れたら、まあ、大体もうまあ、安定はすると思うんですけども、まあ、多分どっちか重心測ってしまって安定しにくいくなるんですけども、実は中にビー玉が入ってるんです。ビー玉が入って、まあ、手芸綿中に入れてるんですけども、これですごい重心が常に垂直にかかってるんで、まあ、こちらもすごいあの、まあ、よくあの考えられた編みぐるみだなと思いました。そんな感じで、まあ、緩かった動画でしたが、本当に皆様いつも動画をご覧いただきましてありがとうございます。それでは皆様、メリークリスマス、まあ、クリスマス過ぎてたら、まあ、いいお正月をお過ごしくださいませ。それでは、まあ、そろそろちょっとあのまあやることとかの残ってたりとかするので、そろそろ失礼したいと思います。まあ、次動画、まあ、上げられるかどうかは分からないので、
まあ、しばらく上げないかもしれないので、皆様またいつかお会いしましょう。それでは。